こんにちは、縁語ろうチャンネルです。有線の演歌歌謡曲週間リクエストランキングが発表されましたので、その内容をまとめてお伝えしていきます。皆様の感想やコメントをお待ちしております。皆様でコメント欄にて盛り上がっていただければ幸いです。週間の演歌リクエストランキングが7月3日に発表されました。本ランキングは有線の集計をもとに発表しております。今回の集計期間は2019年6月21日から2019年6月27日です。今週は誰がランクインしているのか、それではランキングスタートです。第30位、青春の忘れ物、小金沢庄司。発売日2019年1月23日キングレコード。第29位、恋待ち納め、城之内早苗。発売日2019年6月5日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第28位、恋は人色、田川俊美。発売日2019年1月16日日本コロムビア。第27位、とわにさらんへよ、パク・ジュニョン。発売日2019年5月29日キングレコード。第26位、濡れる夜、三好誠二。発売日2019年6月12日エイフォースエンターテインメント。第25位、海峡、大沢桃子。発売日2019年5月15日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第24位、高藤桜道、水森かおり。発売日2019年1月22日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第23位、あなたがすべて、オンリーラブ、門倉ゆき。発売日2019年5月22日ビクターエンターテインメント。第22位、浜暴風、山崎定治。発売日2019年1月23日日本コロムビア。第21位、大丈夫、氷川きよし。発売日2019年3月12日日本コロムビア。第20位、恋せよ乙女、森進一。発売日2019年6月12日ビクターエンターテインメント。第19位、冬嵐、細川隆。発売日2019年5月22日日本コロムビア。第18位、夜桜ブルース、永山翔子。発売日2019年6月26日ビクターエンターテインメント。第17位、兄弟連歌、北島兄弟。発売日2019年2月25日
定築エンターテインメント。第16位、北の海猫キムヨンジャ。発売日2019年6月26日、日本クラウン。第15位、横浜ベイブルース、アントニオカルテット。発売日2019年6月27日、イーストジャパンミュージック。第14位、望郷さんが三山ひろし。発売日2019年1月9日、日本クラウン。第13位、純烈のハッピーバースデー、純烈。発売日2019年5月15日、日本クラウン。第12位、女泣き港永井美雪。発売日2019年6月19日、定築エンターテインメント。第11位、アジサイ雨情夏木彩子。発売日2019年4月6日、キングレコード。第10位、髪の鶴岡みどり。発売日2019年2月13日、キングレコード。第9位、夢の振り子竹島ひろし。発売日2019年6月12日、定築エンターテインメント。第8位、今日の夜嵐水沢あけみ。発売日2019年4月3日、日本クラウン。第7位、横浜ブルース高宮城誠治。発売日2018年5月30日、徳間ジャパンコミュニケーションズ。第6位、大阪恋しぐれ天童よしみ。発売日2019年6月19日、定築エンターテインメント。第5位、話さない話さない新浜レオン。発売日2019年5月1日、海峡レコード。第4位、残りが大下かな。発売日2019年6月19日、ホリデージャパン。第3位、春のセミ和歌山和紗。発売日2019年6月19日、日本コロムビア。叶わなかった恋に決別して新たな生き方を始めようとする女性の心情を歌った和歌山和紗王道の楽曲です。第2位、不要の花のように大泉逸郎。発売日2019年6月19日、定築エンターテインメント。山あり谷ありの人生を歩んできた大泉逸郎さんだからこそ歌える人生演歌。今までの人生の歩みをかみしめながら明日も生きていくという生き様を不要の花に例えています。第1位、唇スカーレット山内圭介。発売日2019年3月6日、
ビクターエンターテインメント。最も注目されている演歌界の貴公子山内圭介のシングル、作詞松井五郎、作曲水森秀夫、編曲魔界の俊一による唇スカーレットは、色鮮やかな入園歌。山内圭介さんの得意とする恋歌で、強いメッセージ性も含んでいます。詩の内容も深みのある斬新な作品が完成しました。いかがでしたでしょうか。皆様、ランキング入りおめでとうございますと感じましたら、高評価、グッド評価で応援してください。ご協力よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。